Hello everyone! Welcome to Kenta's Journal! 今日はですね、このすごく美しい、ハシエンダハイツに来ております。すごいいい景色ですね。ここに来てまだ1週間ぐらいしか経ってないんですけど、曲もたくさん作ってるしすごく楽しんでます。ということで、今回の動画は最近出した、僕の Spotify プレイリストの曲をちょっとダイジェストしていきたいなと思います。このプレイリストのタイトルは My Favorite Songs from 2018 to 2022、 2018年から2022年までの、僕の好きな曲っていうタイトルの、プレイリストなんですけど、なぜ2018年から2022年かというと、大学1年生から4年生まで卒業するまでこの4年間聴いてた曲とかを聴きながら思い出を思い出すっていう、そういうプレイリストになってます。だからちょっと今回の動画では一曲一曲ちょっと見ていって、いろいろな思い出を、皆さんとシェアしたいと思います。それでは Let's get started。 一番最初の曲は Fly Away ですね。この曲は、僕がアメリカに来る前にアメリカに行くぞっていう気持ちを込めて、書いた曲です。なので歌詞の中では東京 to LA とか入ってるし、Fly Away、 ちょっと飛行機に乗ったね気分で、書きましたね。まずね、 LA に行くっていうのがすごく楽しみだったし、アメリカで生活するっていうのもすごく、新しいことで、その気持ちを込めて書いた曲ですね。そして次、City of Stars from La La Land。 そうですね、この曲はグリフィス天文台とかに行く時とかにも必ず聴きますねLA に来てからもずっと聴いてたし、 LA に行く前からも、聴いていましたし、本当になんかこのララランドの世界に住んでいるっていう、それを味わいながら生きてたのでこの曲を出しましたね。そして South of the River、 トンミッシュ。大学入ってみんな最初のオリエンテーションみたいなやつがあるんですけど、でまず自己紹介するんですよね。まず自分の名前は、メジャーは、そして自分の今ハマっているアーティスト、その3つを言わないといけなかったんですけど、それで僕トンミッシュって言ったんですよ。そしたら僕の友達みんなが、あ、トンミッシュ好き好きって言って、その時に友達になれたっていうのがすごくいい思い出ですね。僕アメリカに行く前はね、すごく友達できるかなってちょっと心配だったんですけど、この時にこの音楽プログラムの中でもたくさん友達ができて、やっぱ共通のね好きなアーティストとかいると友達になれますね。そしてその次、Gravity。 Gravity は僕がプライベートレッスンをドクター・ジェフから学び始めたんですけど、1年生の時に、それで一番最初に練習した曲ですね。僕も最初こっち来た時はエレキギター弾けなかったので、ジェフが一から教えてくれて、ジョン・ミアの Gravity っていう曲を、学ぶっていうプロジェクトでしたね。そしてベン・プラットの Grow As We Go っていう曲ですけど、この曲は最初の1学期にすごくハマってた曲です、ね、友達が紹介してくれて聴き始めた曲なんです。ちょっとロマンチックな曲ですね。そしてその次、 Stay With Me。 この曲はもう昔から好きな曲なんですけど、ハリーっていうね、僕の大学の親友で、で彼がねボイスレッスンの時にこの曲をすごく練習してたんですよね。そのことを思い出して入れました。そしてその次の曲が Mac Ears の Slow Down という曲です。この曲はですね、2020年の3月とかにボイスレッスンで僕が練習した曲ですね。すごくね裏声が多い曲っていうか、僕そんなに裏声得意じゃないんですけど、僕のボイスレッスンのボイスティーチャーが、じゃあケンタこの曲練習してって言って、まだロックダウン中ずっと家にいながら家でずっと練習してたっていう思い出がある曲です。そしてその次、 Beyond、 リオン・ブリッジスの Beyond。 これはですね、やっぱ友達と車で聴いてたっていう思い出ですね。コロナが始まってそんなに友達と会えなかった時に、友達と楽しかった思い出とか、なんかそういうものを思い出して乗り越えてた感じの曲ですね。そして Issues by Julia Michaels。 なんかある時僕のチームとレコーディングする前とかに話してて、誰かがねジュリア・マイケルズのこの曲がどれだけいいかって話をすごく知ったんですよね。でそれで僕もいい曲ですよねみたいな話したのを覚えてて、この時期2020年の時期にも僕すごく聴いてた曲ですね。そして Tattooed Hollywood。 この曲はねコロナ中に僕が、日本にいながら、あ、LA ってこんなとこだったなとか、ハイウェイ5とかサンセットをねこういうところで見るとか、この曲はコセンさんと作った曲で、バリバリ日本で作ったんですけどね、ミュージックビデオはすごく可愛い
い、ウォルナットさんの絵で、いいミュージックビデオで楽しい曲になりましたね。そしてパンケーキ for dinner、 これもそうです。コロナ中に僕の友達と一緒にプレイリストを作り合ったりして、で最近こういうの聞いてるみたいな、そういうのを作り合ったりして送ったんですけど、それで友達が、僕にシェアしてくれた曲ですね。最初はなんか彼女の曲の作るスタイルとかは、このメロディーラインとかも少し普通のダイアトニックの音に行かずに、コードからね外れた音とか使ったり、それがちょっと最初おーなんか面白いなと思って、でも聴いてたらどん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 好きになって、すごく魅力のある曲ですね。そしてその次、 How Long by Charlie Puth。 この曲はちょうどストロベリーサイコとかを作ってた時によく聴いてた曲だったと思います。まあすごくねポップなかっこいい曲作りたいなってコセンさんと話してて、でそれで、コセンさんと一緒にこのベースラインかっこいいよねとか話して、ストロベリーサイコとか作りましたね。そしてその次、 Hold on Justin Bieber。 まあジャスティン・ビーバーの新しいこの Justice っていうアルバムが出て、それがもうめちゃくちゃ好きでずっと聴いてたんですけど、僕の友達のジュニアリサイタルがあって、それで、ケンタちょっとこれ歌ってくれるって言われて、ちょっとその彼のリサイタルでカバーしたんですけど、そのメンバーも僕の同じ学年の人たちで、カメラクルーとかもその人ちょっと呼んじゃって、ビデオ撮りながら同じ学年の人たちと一緒にジャムして、このジャスティン・ビーバーの曲をやりましたね。でその後もうこの曲好きすぎて、自分の立東ベースのアウィズムライブとかでも、歌ったりしました。そして Driver's License by Olivia Rodrigo。 この曲はもう出た時からすごく好きだったんですけど、でも一番ある思い出としてはやっぱり JK Radio でちょっとカバーさせていただいた時ですね。この曲を聴いてくれた All Good Friday の、リリコさんとすごく仲良くなって、この後、そうですね、それでいろいろお仕事につながったっていう、ことも去年もありましたね。それはすごく嬉しかったですね。そしてその後、コナン・グレイ、People Watching。 コナン・グレイは前もね、あの彼のスーパーエイクツアーのロサンゼルスクリックシアターのやつを見に行ったりしたんですけど、それでも歌ってた曲で、でもこの曲なんか彼の他の曲と違って、少しね曲のアレンジが面白いんですよね。でしかも曲を一緒に書いたのがジュリア・マイケルズっていう、さっきの Issues の人なんですけど、彼女とあとコナン・グレイがなんかミックスした感じのすごく素晴らしい歌で、大学の近くのアパートに住んでた時に、キッチンで料理しながらたくさん聴いてた曲ですね。普通にオムレツかなんか作ったんですけど、その日にこの曲が出たとかで、もうリピートでオムレツ作りながら聴いてましたねそして Hypochondriac by Sasha Alex Sloan。 この曲はね、友達と確かサシャ・スローアンを車で聴いてて、でその彼女のソングライティングについて話し始めたんですよね。そしていつかそういう曲作りたいなって思って話したのを覚えてますね。そして最後はジャスミンですね。2022年のね1月にの一番最初のレコーディングだったんですけど、もう最初からストリングス、ベース、ドラム取って、すごく豪華なレコーディングをした曲ですね。なんか2022年をキックスタートした曲みたいな感じなんですけど、まあちょっと順番的にはね一番最後に持ってくるのどうかなと思ったんですけど、でもなんか曲的にすごくプレイリストをまとめてくれる曲かなと思って一番最後に入れました。まあ、この曲はね、二十歳のソウルっていう映画でも、主題歌になった曲で、すごくその映画からもそのストーリーからもね、僕も2022年はすごく励まされたし、そのプロジェクトにね参加できてすごく、感謝ですね。だからこのプレイリストを締める曲はこれかなと思って選びました。はい、ということで、こういうプレイリストです。ぜひね Spotify で聴いてください。そして、TikTok でもね、このプレイリストの中の曲をちょっとカバーしたいと思うので、ぜひ TikTok もチェックしてください。リンクは下に貼ってありますので Please check it out. Well, thank you so much for watching and I'll see you next time.